From Kamiak High School, we have Estella Kim with her speech, My Family and I.私は1995年にシアトルで生まれました。私は現在母と弟と一緒に住んでいます。父の仕事でニューヨークと韓国に住みました。そして今シアトルに住んでいます。中学1年生の時に母と弟と一緒に帰ってきますが、父はまだ韓国に住んでいます。新しい環境は難しかったです。でも私はたくさんの友達を作りました。そして課外活動をたくさんやっています。例えばフルートとキークロブとバラティアをします。そして週末に友達と一緒に遊びます。私の弟も新しい環境は難しかったですが、弟はサッカーが上手です。彼はシアトルのサッカーチームに入ったとき、とても喜んで、そして活発な人になりました。父は韓国に住んでいます。そして、韓国で働いています。父は1年に4度アメリカに帰ってきます。でも、父がいないので、私の家族は大変です。母が父の代わりをします。例えば、料理、掃除、アイロンがけ。最楽なのは、家族としてコミュニケーションできないことです。私たちは毎日晩スカイプをしますが、同じではありません。父はいなくて寂しいです。特に他の楽しそうな家族を見たときです。例えば、父は私の中学の卒業式やコンサートやテニスの試合や親戚の集まりに出ることができませんでした。でも、父も同じだと思います。私たちが頑張っている理由は私たちの父です。今、別々に住んでいますが、一緒に懸命頑張っています。ありがとうございます。